どうもスマッシュロケ TV でーす。お願いします。お願いします。はい、というわけで今回ですね、前回に引き続き、キャラランクの続きということで、A ランク S ランクの話をするんですけれども、なんかね、楽しそうに喋ってるからね俺こっちだけちょっと喋りたくなっちゃった。喋りたくなっちゃったねこの手狭な感じで入ってきちゃいました。大丈夫ですか、将軍さん、そんなに窮屈な目にあることは。パーソナルスペースちょっと奪ってこんなにスペースで将軍さん多分ないですよ、今まで。さっき寄られてうわーって言ってましたというわけでですね、A ランクと S ランクの話をします。まず A ランクからですね。はい、A ランクのキャラがこちらになります。はい、で、この基準なんですけど、スマッシュログメンバー全員が S って言ったキャラしか S には登れないというルールでやってます。なのでこの中にはもうほぼほぼ S だったんだけど1人だけ A とかね、そういう感じでこう一部が A って言ったから落とされてるっていう、そういうキャラクターも混じってらっしゃいます。結構ね、ヒロインなんか全員1人だけ A とかと、なんか全員 A とかでもここに、まあそうですよ、そうなりますよね。ちなみに S ばっかりだったけどってやつですよね。はい、ワリオと月光がですね。まあそうだよね。まあシルクも結構惜しいかな。あ、でもワリオね、俺今だったら S になる。あ、じゃあもうほんとライトさんだけだ。俺だけだ。ワリオ強いでしょ。強い。多分ネックになるのは、多分そのライトさん的には多分近距離挑まなきゃいけないから読み合いが増えるからね。なんかでも最近見てると、その読み合いに負けても得られるリターンがね、関係ないんだよな。他だと、ああバダムさんが使ってらっしゃってインクリングとかどうですか。まあインクリングも、いや上げるんだったらインクリングが入るかな。インクリング俺かなり強いと思ってる派閥なんで、このメンツで上げるんだったらワリオ、月光がインクリング、シュルク。なるほどなるほど。僕のネズミはどうですか。ネズミはちょっとそいつらよりはロックマンとかどうですか。むしろ下がるかもしれない。下がる派閥、だんだん下がっていくキャラに見えてきた。アイクも俺も下がる派閥なんだよ。アイクも下がっていく派閥でも現状強い。アイク実は僕結構使ってるんですけど、かなりやってるんですけど、魂の食える、あの技はね、よくすごいっすよ。すげえですよ。いや、本当に僕もジャスがで終わりなのかなとかいろいろ思ったんですけど、こう広がってってどんどんジャスができるならやってみろみたいな感じで。いやもうジャスが取られても半額ないよここみたいな。引き際ね。そう先端やってなんかもう一回飛びを見て向こう対空とかしてるんだけど、こっちガードで待ってて、もうそこ出しつかみできるんだったらしてみろよみたいな。復帰結構強いじゃん。強いですね。本当にチャージ飛び道具とかないと、横方向に強いやつがないと苦しいですよね。相手の評価難しいとこですね。難しいね。ここにはその落ちかねないやつも混ざってるじゃないですか。僕リンクとかもまあまあ怪しい部類だと思ってるんですけど。リンクはまあ強いと思うんだけど。まあまあじゃないですか。でも諸説ラインだと思ってる。結構スタンダード、ハイスタンダード的な。ああ、なるほど。だからなんだかんだここにいそうな。いや僕はちょっと落ちるかな。なんか上がることは多分なくて、上がることはないかな。まあ上限がここだとして、でもクイエヌ無理じゃん。無理でちょい出しキック戦だから、その僕すごい言ってるんですけど、前作のクイエヌで全て補ってた T ってやつが使ってるから、もうあのクイエヌ最強すぎて。なんか前したけど、弱全キャラでしたから3番目ぐらいらしくて、クイエヌなんかすごい本当に発声が足りないってことで、そういうクエヌガードした後の読み合いとかがみんな勉強してったら、もうちょっといけるのかな。若干遅いのはちょっとネガティブです。そうあとはゼロサム、僕だけレスだと思うんですけど、それね僕もちょっと聞きたかったんですけど、どうですかゼロサム。まあ守りの硬さはもう間違いなく、間違いない、遠いけど、その崩そうとした時の手札の少なさはひしひしと感じるかなっていう感じ。自分で使っても S にいるやつらと比べるとちょっと攻めのリターンが少ない。まあでもそれでいうと、結局こことかより上のランクの連中ってのは、そういう守りの硬さも突破してくるような破壊力を持っていけば、何もかもあるちらほら。いやゼロサムが守りいくら硬いと言っても、こいつ相手に徹底しきれんのみたいな。確かに上すごいっすから、すごいっすから、想像を絶する世界ですよ。あとなんかやっぱ剣士キャラはね、やっぱなんだかんだここにこう並ぶぐらいね。もう確かに剣士キャラが多いっすね。 FE も4枚いて、クラウドもいて。最初期から言われてた武器判定持ってるキャラ本作強いみたいな、そこら辺を体現しますよね。着地スキーがやっぱり少なめじゃないですか全キャラだから。プラスなんか剣士キャラって今作結構シールドキャンセル配られがちじゃないですか。それで確かにウェビー持ってる族多いですよね。なんか全部ねガーキャンからみたいな、そういうのがあるキャラとかも多いから、建式から基本的にコンセプト似てるっていうか、うん、なんかその着地とか復帰はあんま強くないけど、まあ、地上の差し合い強いしリターンで単発は高いしみたいなところで大体同じところに執着するのかな。まあ結局スノブラってゲームとコンセプト合ってますよっていう話なんですかね。それで言うとね、剣士キャラに不利取りがちなキャラなのにここに到達してるキャラっていうのは結構、まあ、ヨッシーとかそうだと思うけど、キシルさんの持つキャラであるピカチュウ、あ、僕はもう大満足ですけど、ここで上に行く野心はない。いや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 、だからチャンスがない。あ、この中では上半分だと思う。上半分、うん、この中では上から数えた方が早い、上から数えた方が早いと思ってます。上行くって言われたら急に焦ったの。いや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 、ベストオブな連中が上に上がる神々たちが住んでる。そう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 、結局なんかその最初がすごい押し付けられる側のキャラだったんですよね。全然強いシールドキャンセルももらえない、なんかこれだけやっとけば強いみたいな技もないってところで一個一個対処法やってみたいな感じで少し伸びてってるかなっていう。パルテナとか何も言ってないからね。まあこれこそでもハイスタンダードだし、なんか僕ちょっと思ったのが、フロストバイトでナイロ対シュートン見た時に、もう崖攻めと着地狩りで一生懸命頑張るナイロパルテナ見て、あ、このゲームってああいう風に緩い状況徹底できるんだみたいな、やりきったストックとかもあって。あ、でも崖は相当強い、相当強いですよね。そうだからあとね、飛び道具もあるし。そうですね、ちょっと近距離のねフレームが弱いのが多分ネック。暴れがちょっとクエヌしかないとか、そう、寄られる前にクエヌで対空したりしないといけないのかね。そう、すげえ密着してくるやつはめんどくさい。ガーキャンとかでちゃんと倒しきる技はないから、ちゃんと投げたり外出してから復帰させたり、そう、そこをスペック勝負しないといけないっていう。ちゃんとしたなんか最後はちゃんとやりましょうみたいなのが結構ズルできる性能はしてないですよね。クラウドは僕今後どんどん落ちるかなって感じなんですけど、僕は結構クラウド強いと思ってるんですけど、まあでもここでいいんですけど、別に S ではなくていいんですけど、まあここら辺かな。俺は落ちないと思ってます。マジか、技大振りだからさすがになんかね、結構きついキャラは露骨にきつくなる可能性はあるかなと思ってるけど、でも強いんじゃないかな。キャラ性能で見たら強い方だと思うんだけど、トーナメントシーンで安定はまずできない。それはあるよね。そのせいでキャラランクが落ちるって可能性がある。単キャラで優勝できるかって感じで見ると、確かに他のキャラと比べてちょっと劣ってる感はあるかもしれない。前作より安定はむずいんじゃないですか。でも結構上位キャラとの相性は俺そんなに悪くないと思うんだけど。まあまあそうっすね。そうだね。まあやってることそんなに変わってないから。そう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 。なんか中堅以下で苦労する相性がゴロゴロいる。そうそうそう。そういうキャラは、他のキャラ意外と苦労しなくない。ああ中堅とかに。結構処理側が多いによるけど、そうね。なんかこの中見てると、押し付けをした時にリターンちゃんと取り切れるキャラとか、その押し付けしてもリスクないキャラが揃ってるけど、クラウドって結構リスク背負わなきゃいけないから、防御面が本当に。まあクラウドで押し付けっつったらね、強切りとかしか、まあ、空悟空前はなんかね、その割と押し付け技の業界ではあれじゃないですか。それこそ大振りじゃないですか。そうそう。クロールとかだったらクーエルで、まあ、押し付ける後付け少ないよってんだけど、ね、クラウドの場合はちょっと隙が出ちゃう。上りがないんだよね、クラウドコース。上りはね、確かに結構ね、もう話してきたと思うんですけど、なんかまだ出てないキャラいるんじゃないですか。月光が話しますか。さっきねちょっと触れましたけど、A が2人だけ、ね、ギリギリ S に入れなかった族ですけど、まあ、結局あれですかね、ガードキャンセルの少なさと対空の弱さ、斜め前に対する弱さで A につけた人がいるって感じなんですかね。そう、なんかガードするキャラじゃないって言われればそれまでなんですけど、うん、ガードした時の弱さがまあまあまあ気になるかな。僕個人的にその将来的に撃墜力はどんどん下がっていくキャラだなと思うんですけど、外変更で本当に速いですよコンボ。あ、だから DA とかからとか。そう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 。まあ結局 S と比べるとなんですかね。なんかものすごい言いたいな。うん、黙ってますけど。身代わりさすがに下火でしょ。まあウィッチタイムね。祈り力高すぎでしょ。やはり。やはり。しかもストックリードだったら場外でも出せるっていうのがやばくない。ああ。復帰阻止。それ下に出すだけでやられるキャラ何体いるのっていう話で。ああ、こっからもっと壊し方覚えればずれできるんじゃないの。だから1対1になった瞬間にだって剣士キャラとか終わりだよ。あ、復帰になった瞬間に。なるほど。フォックスの上火出した瞬間に終わりです。確かにやばいじゃん。シャビーかな。流れ変わったな。成功やらないからちょっと分かんないんだけど。あと単純にまあステップ性能が全キャラトップクラス、まあガードしない前提。そうだからやっぱり全部避けるっていうのが基本的には。そうで撃墜困るかって言われたら普通に横スマとか速すぎて、武器なら横スマと同じやつね。そう別になんか別に下強とか DA やってなくてもそれ倒せるから。それ以外復帰もどうですか？なんか結局こういうキャンディがないから復帰もなんか進んでいくと結構きついキャラいるじゃないですか。狩られがちだけど内側は結構いけるから。結構メテオ系が多分きついんじゃないかな。ちょうどルート読まれた時の合わされた時のみたいなんで、なんだかんだ横 B でちょっかい出して内側に潜ってきて一回経験で戻ってくるみたいな。まあそういうとこから攻略するんで相性次第って感じですかね。他の強キャラとのスペック自体はもう文句ないと。割と上がるんだったら月光が熱い方と筆頭な感じ。なるほど。 S いきますか。最強の連中ズドーンと。じゃあ満場一致の S を獲得したキャラクターたちがこちらになります。ドンってことで強そう。強そう。まあ今をときめくって感じですね。結構発売前こんなメンツだと思わなかったよね。そうですね。今だとあってはさ、もうすごい神セブンっていうかさ、言いたかったよ神セブン。言いたかった年代と属性がバレる。実力だし、実力本当風格すらさ感じられますね。もう今だと風格めちゃくちゃあるじゃん。発売前からね、なんか強いって言われてたのはオリマーぐらい。まああとフォックスは弱くならないだろうみたいな。でもそれ言うと一番予想裏切ったキャラがいるじゃないですか。ピチュー。そう。まさかですよね。ピチュー S に入れない人なんてね、なかなかいないんじゃないですか。この世にはそんなになかなかいないんじゃないですか。一番までね、上げる人もまあいるんじゃないですか。いてもおかしくないぐらい。明確な振りキャラが。全くいなそうというか、全くいなそうですね。じゃあこの中で1位じゃないっていうのは多分フォックスとウルフ。ああ、まあ1位ではない。そう。それ以外はわりかしなんか人によってナンバーワンになりかねない。そう、分かれるよねって感じが。まあ一応ピチューを倒すのはルキナの役目なんじゃないの。ルキナは相当頑張れる部類なんじゃないですか。相当頑張れる部類だねっていうイメージはあるけど、まあそのルキナの強いところってやっぱり不利相性が少ないっていうかほぼないじゃないですか。でもそれって前作のマルスと同じでめっちゃ有利みたいなのも強キャラ感であんまりないよねっていうことで、振り相性だけ数えたら確かに最強になるんだけど、前作のキャラランクでも話してなんか、マルスは振りキャラ、まあ、確かにほぼいないけどでもトップ5に入んなかったみたいな。そうそう、めっちゃ有利なキャラも上位感ではあんまりみたいな感じで、でも上位感有利多くないですか。まあ、なんかこのキャラの並びで見たらルキナかなりいけるキャラ多い。ピーチエイジもいけるし、ピーチエイジむしろ有利まであるんじゃない。ピーチもいけるし最強なんじゃないですか。でも A ランクキャラにね、どれだけ明確に有利取れるかっていうのも結構大事だと思う。まあそうだね、環境に多いキャラ、環境で多分ほとんど有利なんじゃないですか。ピコリも一回しばいてたね、レオが。ピコリはしばけるでしょ。しばける。どうした？実際戦っててなんか割とルキナいける。流れ変わった。ルキナか。ルキナさ、あと剣士キャラしょれるんだよ。そう。キャラもしょれるんだよね。剣士間で圧倒的に強いんだ。クラウド、シルク、ロイクロム。そう、そいつらに圧倒的に強い。アイク。本当に強い。あとシールドブレイク。なんかピチューとかピーチとかのコンボ火力ってこういう感じでこう最初バーンドンドンみたいな感じだけど、ルキナみたいな単発火力でこう。ずっと軽く出るってのも相当結局総合値で見たら軽く高いと思う。俺はやっぱコンボキャラ、俺ピカチュウ使ってるから思いますけど、スケールがあってやっぱ途中落ちちゃう時とか来るんで、防御面がなんかふわふわしてるから若干弱いみたいなことも聞くけど、ドルフィンが強すぎて、まあそうね、ドルフィンね、ありとあらゆるコンボを全部解消してくる。ドルフィンと落下速度でね、復帰とか着地とかも結構工夫できちゃうというか、唯一狩るとしたら着地じゃないもん。着地しかないから、それ本気出すしかない気がする、本当に。じゃあやっぱり外に出すコンボを選ぶんじゃなくて上に飛ばすコンボ。外出しても帰ってくる。そう崖上がり食う前強すぎて崖固めてもなんかリターン負けしたりとかする。崖上がりもなんかそうだな、枯れないキャラいるかもしれないけどそんな今強くはないだろうなって。前作もね別に強かったわけじゃないしそこまで変わってないだろうなと。まあ結局ハイスタンダードってやつですね。だから外出して崖上がり狩りの展開にするか上浮かして着地狩り徹底するかで頑張るしかないんじゃない。今作さ、本当にシールドブレイクが強すぎてさ、一回空中動きガードするじゃん。次結構もうリーチかかってる。それ崖上がりでなんかタックかけられるのきつくない？そうね。ギリギリでガードしたらジャスができないじゃん、今作、話だから。3フレームはそのシールドブレイクされちゃうからさ。お話ししてないですけど、ウルフはどうですか？ウルフワンチャン落ちる。ワンチャン僕はそうですね、あんまりずっとそんなにこう評価してないんですよ。ああ、めちゃめちゃ高いわけではない。結構僕、そうですね、S を多めに設定してるんで入ってるんですけど、うん、この中だと劣るかなと思ってます。Fox よりも僕は下かなと思ってます。ああ、結構でも、まあ、僕はそのベースダメージの高さ、その全部の技がこう、ダメージ高いよ。高すぎですね。高いですね。どっからでも30ぐらいボン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 って感じで。戦ってて嫌だとか、逆転力高いなとかすごい思うんですけど、うん、なんだろうな、キャラランクって言った時に、お互いが理想的に動きした時にこうどうなるかみたいな話だと、やっぱ僕は本当にその足の速さっていうか移動スピードをすごい重視してるんですよ、キャラの強さ決める時に。だからウルフはちょっと劣るかなと思ってて、まあ、それで言うとピーチとかも正直スネークだとやりやすい、ちょっとやりやすいかなと思ってるんですけど、まあピチューとかルキアとかの方が強いのかなと思ってます。この中で見た時にウルフがいけそうなキャラがあんまりいない。のがちょっと引っかかります。フォックスとオリマーとかはどう？フォックスはいけない。オリマーもいける。フォックスは微妙な気がするんだけど。いけないと思うけどな。フォックス、いやもちろんそれは絶対勝てないとかはないけど。そうですね。ただまあちょっと不利ついてなるな横側に。まあ結構総合的に見てもこの中ではちょっと控えめな部類であると。まあこの中の優位で争うとしたら。S で争うとしたらそこを見てくるのは多分悪い気がする。そういう意味で言うとちょっと劣る。可能性があるとしたらウルフかなっていうのは思います。まあここまで来るとやっぱ S の相性がこの中がどういうふうに変わっていくかですよね。まあ、現状ね、そのシュートン選手の言う話とかだとオリマーには結構ウルフはいけるとかね、ウルフがオリマーが結構苦しいって聞くし、そうだね、ピーチもいけるし、なんかそこら辺がね一応まあいけることになってるのかな。オリマーはこの中だったら有利はつかないんじゃない、全員に対して。こうちょっと難しくなってきた。ああ確かに言われてみれば S 同士の相性難しくなってきた。 S 同士だったら有利ですかね。 S 同士の相性難しくなってきた。さっきから話してるとな、さっきから言ってたね、ルキナとかあの辺は理論値詰めていくとあれだけど、下のウルフとオリマーは実戦値がね結構確かにダメージ高いし、そう、実戦値派閥と理論値派閥でさすがにあの実戦値見ちゃうと S ランクに入ってきちゃうかなみたいな感じでは。そうで真面目に語り出すとピチューとかルキナとかちょっとやっぱきついんじゃないかなって言いながら戦ってみると勝てないみたいな。それはある。俺今の実戦じゃすげえよ。狂ってる。脳内ではもうキコールに勝てるところまで来て挑んだら無理。いやよくある話です。脳内ね、復帰阻止。脳内すげえ。脳内すげえんだよ。でも戦うと決まんない。そうだね、上様からね70から容赦で上様暴れを警戒してって理論を構築するんだけどね。まあそういう対策を積んでも気づいたらぶっ壊れてるっていうのもこの S ランクの共通の強いところ、ある程度パワーでご利用するかな。ウルフの下すばなんてね、ゴンゲですけどね、空冷の1回ちょっとゲームミスったらね60とか70とかで。ということでね、まあほぼほぼ全キャラ語ったのかな S は。はい。どうですか S ランク見て。きついです。そう、今回 S ランクのキャラ使ってないですからね。いやまあワンチャンインクリング。ワリオ。はい。あワリオもワリオも俺の中こんな入ってもいい。まあまあまあそうですね。神エイトになる。いや実質これで神セブン。実質これで神セブン。ワリオは神セブン。ワリオいやだな。そのアイドルグループやだな。絶対そのアイドルグループ7人しかいないだろうというわけで、はい、このキャラランクはね、今回紹介したキャラランクは、スマッシュログ、サイトの方にもしっかり載せてあるということで、そちらも概要欄から飛んでくださいということで、まあ、またアップデートしたら多分随時更新されるキャラランクになると思うので、ぜひ楽しみにしてくださいと、はい、いうことで、パチいくつ今パチ2段階のキャラランクでした。見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。